ハビエル・エルナンデス・バルカサルは、メキシコ・ハリスコ州グアダラハラ出身のサッカー選手。ロサンゼルス・ギャラクシー所属。メキシコ代表。ポジションはフォワード。チチャリーとの相性で広く知られている。2009年9月に行われたコロンビア戦で A 代表デビューを飾り、2010フィーファワールドカップでは2ゴールを記録。メキシコ代表の歴代最多得点記録の保持者である。 父のハビエル・エルナンデス・グティエレス、祖父のトマス・バルカサルも元サッカー選手である。エルナンデスは1988年6月1日に、ハリスコ州のグアダラハラにて出生。メキシコ代表選手であった父親のハビエル・エルナンデス・グティエレスが、エルシーカーというニックネームだったことから、息子をハビエルに、チチャリートという愛称がついた。7歳の頃にはサッカーに親しむようになっていたが、 父親は息子がプロのサッカー選手になれるとは考えてもいなかった。エルナンデスは9歳の時にグアガラハラに加入し、15歳でプロ契約を結んだ。2005FIFAU-17 世界選手権ではチームは優勝したが、エルナンデス自身は怪我により出場することはできなかった。2006年5月24日に行われたラレドヒート戦でプレーする。 エルナンデス2005から06シーズンは、テピクに本拠地を置く、チーバスの下部チームである、チーバスコラスでプレーをした。チーバスでのデビュー戦となったのは、エスタディオ・ハリスコで行われた2006年の、アペルトゥーラのクルブネカクサ戦であり、3から0とリードしている82分に、オマール・ブラボと交代で出場し、5分後に、チームの4得点目となるゴールを挙げた。 このゴールは2006から07シーズンに記録した唯一のゴールであった。2007から08シーズンは6試合に出場したが、無得点に終わった。2008年のアペルトゥーラでは10試合に出場し、無得点に終わったが、2009年のクラウスーラでは15試合に出場し、4ゴールを挙げた。2009年のアペルトゥーラでは17試合で11ゴールを挙げ、 得点ランキングの3位につけた。2010年のトルネオビゼンテナリオでは5試合で8ゴールを上げるスタートを切り、11試合で10ゴールを記録し、得点ランキングの首位に立った。マンチェスターユナイテッドでプレーするエルナンデスとなに、ギグスプレミアリーグのマンチェスターユナイテッド FC が初めて関心を示したのは2009年の10月であり、12月にスカウトが数試合を視察し、 好印象を抱いた。エルナンデスは若く、クラブは契約を提示するのを待つ予定であったが、代表での活躍やワールドカップを前に、クラブは獲得を決断した。ユナイテッドのチーフスカウトであるジムローラーは2月から3月にかけて3週間メキシコに滞在し、クラブに報告を送り、それを受けたクラブは契約をまとめるためにジム弁護士をメキシコに送った。 2010年4月8日、エルナンデスは労働許可証が降りることを前提として、プレミアリーグのマンチェスターユナイテッド FC との契約に合意した。エルナンデスは前日にオールドトラフフォードで行われた UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝のバイエルミューンヘンとの試合を観戦していた。祖父のトーマス・バルカサルはエルナンデスがアメリカ合衆国のアトランタに行っていると思っていたほど、 取引の情報は外に漏れることなく、契約は締結された。その契約に伴い、2010年の夏には4万5000人収容のチーバスの新スタジアムであるエスタディオチーバスのオープニングゲームとして、ユナイテッドとチーバスの親善試合が行われることになっている。5月27日に労働許可証が発行され、正式に移籍が決定し、7月1日からクラブに加入した。 ユナイテッドでのデビュー戦となったのは2010年7月28日に行われた MLS オールスターゲームであり63分に何と交代で出場し交代から18分後にペナルティエリアの外からループシュートで初ゴールを記録したその試合の2日後に行われたチーバスとの親善試合ではエルナンデスは前半はチーバスのメンバーとして試合に出場し前半8分に マンチェスター・ユナイテッド FC を相手にゴールを挙げた。公式戦での初ゴールは2010年8月8日に行われた FA コミュニティシールドのチェルシー FC 戦であり、アントニオ・バレンシアのクロスに合わせたシュートが自身の顔面に当たり、ボールはネットに吸い込まれた。8月16日に行われ、3から0で勝利した入滑するユナイテッド FC 戦に、 ウェイン・ルーニーと63分から交代で出場し、プレミアリーグデビューを果たした。9月29日に行われた UEFA チャンピオンズリーグのバレンシア CF 戦ではその試合で唯一となるゴールを挙げ、UEFA の主催する大会で初ゴールを記録した。10月16日に行われ、2から2で引き分けたウエストブロムウィッチ・アルビオン FC 戦で、 ユナイテッドにおけるリーグ戦初ゴールを記録した。2011年3月15日に行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦セカンドレグのオリンピックマルセイユ戦では2得点を挙げる活躍を見せチームのベスト8進出に貢献した。4月8日にはチームメイトの何とともにピーフ年間最優秀若手選手賞にノミネートされた。 勝ち点差3ポイントで迎え、2から1で勝利した、チェルシー FC 戦では、開始36秒で先制となるゴールを挙げた。このゴールにより、2001から02シーズンにルートファン、ニステルローイが記録して、以来となる、クラブでのデビューシーズンに公式戦に10ゴールを挙げた、選手となった。2011年5月18日には、ファン投票によりクラブの年間最優秀選手に、 選出された。2014年9月1日、レアル・マドリードへの期限付き移籍が決定した。背番号は、マンチェスター・ユナイテッド時代と同じ14番。なお、期間満了後の完全移籍が可能なオプションが契約に付随されている。2014年9月13日に行われた、マドリード・ダービーで、カリム・ベンゼマと交代で27分間プレーし、デビューを果たしたが、 チームは1から2で敗れた。9月19日、8から2で勝利したデポルティー・ボラ。2015年4月22日に行われた UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝セカンド、レグのアトレティコ・マドリード戦では、スタメン出場し、決勝ゴールを挙げ、2戦、合計1から0でチームは準決勝進出を決めた。2015年5月26日、レアル・マドリードは、 完全遺跡のオプションを行使しないことを決定した。2015年8月31日、バイエルレバー空前がマンチェスター・ユナイテッドから3年間の完全遺跡でエルナンデスを獲得したことを発表した。遺跡金額は公表されていないが、730万ポンドと報道されている。2015年9月12日に行われた SV、ダルムシュタット98戦に、 ハカンチャルハノールと交代で58分から出場し、ブンデスリーガデビューを果たしたが、チームは0から1で敗れた。2016年1月22日、2015年のコンカカーフ年間最優秀選手賞を受賞した。2017年7月20日、ウエストハムユナイテッド FC へ移籍することが、クラブ間で合意したと発表された、個人条件及びメディカルチェックを終えた後移籍が、 正式に決定する。7月24日、移籍が完了し、移籍金は1600万ポンド。8月19日、サウサンプトン戦で移籍後初ゴール含むにゴールを挙げた。2017から18シーズンは、リーグ戦28試合に出場し発得点を記録した。2019年9月2日、セビージャ FC と3年契約を締結したことが発表された。 2020年1月21日、LA ギャラクシーに特別指定選手として加入することが発表された。メキシコ代表のエルナンデス2007年にカナダで行われた FIFAU-20 ワールドカップに、2009年9月30日に行われたコロンビア戦で A 代表デビューを飾り、その試合ではアシストを記録した。2010年2月24日に行われたボリビア、 代表戦で2ゴールを挙げ、ブラウリオ・リナのゴールをアシストした。3月3日に行われた、ニュージーランド戦では先制ゴールを挙げ、3月17日に行われた、北朝鮮。2010年6月11日に行われた2010フ、FIFA フワールドカップの開幕戦である、南アフリカ戦で73分からギジェルモ・フランコと交代で出場し、FIFA フフワールドカップデビューを果たした。 6月17日に行われたフランス戦ではラファエル・マルケスのパスに抜け出しウーゴロリスをかわしワールドカップでの初ゴールを記録した祖父のトーマス・バルカサルも1954フィファワールドカップのフランス代表戦でゴールを挙げている決勝トーナメント1回戦のアルゼンチン戦でワールドカップにおける2ゴール目を挙げたがチームは1から3で敗れた ワールドカップのグループステージの統計ではエルナンデスは時速 32.15km を記録し出場した選手の中でスピードは最速であった2011コンカカーフゴールドカップグループリーグ初戦のエルサルバドル戦で代表では自身初となるハットトリックを達成続くキューバ戦で先制点を含む2得点準々決勝のグアテマラ戦では 決勝点を挙げ、準決勝のホンジュラス戦でもゴールを挙げた。決勝こそ、無得点だったものの大会通算7得点を挙げ、得点王を獲得。メキシコの2連覇に貢献し、大会 MVP に選出された。2014FIFA ワールドカップブラジル大会では、グループリーグクロアチア戦でゴールを挙げた。2017年3月24日の 2018FIFA ワールドカップ予選。 コスタリカ戦で代表通算46得点目を挙げ、ハレド・ボルヘッティの持つメキシコ代表最多得点記録に並び、2017年5月29日に行われた、クロアチアとの親善試合で得点を奪い、メキシコ代表の最多得点記録保持者となった。2018FIFA ワールドカップロシア大会、グループリーグ初戦ドイツ戦では、決勝ゴールをアシストし、 第2戦韓国戦で3大会連続となるゴールを挙げ、決勝トーナメント進出に貢献した。近距離からのゴールが多いため、典型的なテントリアであると言われている。アレックス・ファーガソンは、足の動きが速く、良いバネを持っており、天聖のゴールスコアラーだと評し、オーレグンナー・スールシャールを彷彿とさせると話した。かつてのチームメイトであるヘス・スペディラはその慎重に、かかわらず、 空中戦に強いと話している。自身のプレイスタイルについては元ブラジル代表のロナウドを目標にしていると答えている。試合前に祈りを捧げるエルナンデス・エルナンデスは1986フィファワールドカップにメキシコ代表として出場したハビエル・エルナンデス・グティエレスの息子でありグアガラハラのリザーブチームの監督をしていたが、エルナンデスの南アフリカ共和国での試合を 感染するためにその職を辞した。祖父のトーマス・バルカサルも1954フィファワールドカップのメキシコ代表のメンバーに選ばれたサッカー選手であり、グアガラハラに所属していたことがある。祖父も含め家族全員でイングランドに住むことになると伝えられている。エルナンデスはチチャリートの愛称で親しまれており、チチャリートは小さなエンドを意味している。これは 緑色の瞳をしていた父親がチーチャロと呼ばれていたことに由来している。エルナンデスはローマカトリックを深く信仰しており、キックオフの前には膝をついて祈りを捧げる姿を多くの試合で見ることができる。エルナンデスはバイエルレバー空前からウエストハムユナイテッド FC へ移籍した際に次のように語っている。 確かに、スペインの1クラブとイタリアの2つのクラブからオファーが来ていた。でも、プレミアは世界最高のリーグ。そして、ウエストハムは僕に対して信用と信頼を示してくれた。彼らはイングランドで最も歴史のあるクラブの一つだが、野心的なビジョンを持っている。今シーズンの目標は、ヨーロッパカップ戦への出場権を得ることだ。 今回の選手補強を見れば本気だということがわかるはずだ2016から17シーズン終了時1位インテルリーガ FA カップにコパリベルタドーレスコパスダメリカーナ UEFA チャンピオンズリーグ3スーパーリーガ FA コミュニティシールド代表で記録したゴール編集グアダラハラマンチェスターユナイテッドレアルマドリードメキシコ代表ありがとうございます